次に、口頭裏の裁断を始めます。まず二尺刺しで口頭裏の装尺を測ります。このような持ち方を持ち尺と言います。表示では1乗5尺5寸でしたけども、今現在測ってみると1乗5尺7寸、多少長くありました。そして、次に袖分として、袖丈プラス縫い代分を加えた1尺5寸5分の4倍、その位置に待ち針をします。正確に見積もれているかどうか、4倍ですので四つ折りにして裁ち切りが間違いなく1尺5寸5分あるかどうか確認します。裁ち切りが1尺5寸5分か確認します。続いて、コートの身ごろ分の裏ですね。この裁ち切りは2尺1寸5分とします。内訳としては、表のヘラ2尺9寸3分から裾返し分9寸5分を引いた1尺9寸8分、これがコートの身ごろの胴はぎのヘラです。これに縫い代分、今回は1寸7分加えた2尺1寸5分をコートの身ごろの裏、見積もる時にはこれは片身ごろ分の長さですので、その4倍がコートの身ごろ分の裁ち切りの要尺となります。あとは織り傷、汚れがないか、この長さで足りるかどうかを確認すると同時に、この位置で身ごろを取っていいか、袖を取っていいかを確認しながら、身ごろの裁ち切りの終わりに待ち針を打ちます。先ほどの袖同様に2つ折り、また4つ折りにして、この見積もり寸法間違いがないか、測り間違いがないか確認します。袖裏と身ごろの裏、これの裁ち切りの確認が済みましたら、次に確認、もう一度確認しながら、今度は袖身ごろの裁ち切りに、裁ち切り線にハサミを入れて、これらを切り分けていきます。まず地の目を通すために、横糸を1本抜きます。これは地の目を通して裁ち切るために、横糸を1、2本このように抜きます。そして裏表が分からなくならないように、裏側の耳側ですね、にこのように印をつけておきます。これは裏表が分からなくならないように、分かりやすくするために、耳のところにこのように印をします。そして、今横糸を引き抜いた、この引き抜き線通りにハサミで切り分けていきます。コート裏を袖裏分と身ごろ裏分に切り分けたら、今度は袖裏分を2つ折りにして、
上前した場合のコート裏分に切り分けます。コートの袖裏分は一尺五寸五分の4倍ですので、片袖分の袖裏分の裁ち切りは一尺五寸五分の2倍、三尺一寸の裁ち切りになります。念のため四つ折りにしてもう一度裁ち切りが間違いないかどうか確認した後に、上前した場合分のコート裏分に切り分けます。ここでも、裏表を間違えないようにコートの裏の耳のところに印をつけておきます。次に2つ折りにして、先ほど同様に、横の折り目、地の目を1本引き抜いて、そこを地の目を通してハサミで切り、上前下前のコートの袖裏分に切り分けます。次に身ごろ分のコートの身ごろ分の裏を裁ち切ります。コートの身ごろ分の裏は2尺1寸5分、これの4倍ですので、2つ折りにして2尺1寸5分、その2倍ですね。2尺1寸5分の倍の4尺3寸の位置で、まず片身ごろ分を切ります。片身ごろ分を切り終わりましたら、今切った片身ごろ分をまだ裁ち切っていないコート裏の上に重ねて、同じ長さの分だけもう片身ごろ分の裁断をします。こうすることによって測り間違いをできるだけなくすようにします。確認をしながら裁ち落としていきます。4尺3寸の長さのコートの身ごろ裏分を2枚裁ち切ります。まず重ねた裁ち終わりのところに待ち針を打って、そこの横糸を引いて裁ち切るようにします。念のために袖同様に、袖も2尺1寸5分の4倍ですので、2枚重ねて、それを2つ折りにして裁ち切りの長さが間違いがないかどうか確認してから、身ごろのもう片方分の裁断をします。